じゃん。ようこそ日村同士パーティー。はい、というわけでね、今日はいやいや、あなたはちょっと病的なだけですよね。僕いつも本なんなんで、今日30回記念ということでね。そうですよ。おーい、悪くしてなかったでしょ。全然カウントしないですね。でもすごいよね、カウントしてる彼がすごいなと思って、ね、まず彼に拍手しましょう。ありがとうございます。どうしたらこんなカウントするの。すごいよね。カウントタイプ。あれ、ということは、あの、延べ何年ということになるんですかね。まあ、7年、多分7年以上でしょうね。7年以上。すごいな、それ。で、まあ、それの動画を、はい、その2007年からスタートしたんで、その動画を今日みんなで見ながらね、そう、振り返りつつ、ね、新しい歴史を作っていけと思います。めっちゃ凝ってると思うんですよね。なんかかっこいい、なんかこう、フィードとかいろいろ駆使して全部自分が真ん中来るよ。大好き自分。まあね、あの、そんな、ね、そうですね、うん、それもありやな、編集者の統計ですからね。そうですね、すごい、7年前、そうですよね。まあ、あの、今日はいろんな意味でね、はい、節目のパーティーなんで、たくさん飲んで、はい、たくさん食べて、はい、あの、皆さん何回も言いますけど、これは全員参加型のイベントなんで、あの、自分の番が終わったから終了ちゃいますよ。最後まで皆さん失礼しますからね。わかりました。何ですか。ちゃうね、ああ、そうやなと思って。今日はほんで、姫野くんテンションおかしいです。あの、同窓生ね、あの、何年ぶりですか、お会いされるの。で、中学14以降ね。そうなん、どうなんでした、どうなんでした。もう今、やりなさいよ。こんなんやったんすか。なんか、噂では下手でやったって。違うんですか。いや、まあまあ、まあ、言わんとおか。まあ、まあ、ゆっくりちょっとバックをお願いします。あとでね、はい、お題ですわ。あの、お題、今日のお題がありまして、あの、このパーティーには毎回お題がありまして、あの、各ミュージシャンに一人に説明してもうみんなしてるからね。まずはお客様から行っていただいて、みんなで作っていただきたいと思います。長すぎる、長すぎる、長すぎる。そうですね、確か OK、はい、会場あったのどうかね。さあ、それでは、パーティー始まります。全部ポケットに詰めたら旅に出よう。何の周りもいいじゃない、後悔も人生のスパイス。風も雨も足の夜も僕らはもう負けない。汗と涙が教えてくれる、明日へ夢見る力。ウーウーイ、はい、はい、ほんま違かった、今ほんま違かった、申し訳ない。僕の中学校の同級生ね。ウーウーイ、拍手。何よりもね、あの、ライブハウス今までこう経験ないよね。それが素晴らしいですよね。イエーイ。いや、今のこの時代ね、あの、まあ、その
CD であったりとか iPhone、iPad ですか、なんか、なんでも曲は携帯で入りますよね。でも、僕はね、この一人でも生の音楽を聴いてもらっておりますわ。やっぱね、音楽は、まあ、格好つけるわけじゃないですけど、もう目に見えないですし、触れるものでもないわけでしょ。かっこいい。感じるもんでしょ、皆さん。僕があんまりそのライブハウスで行ってないですけど、でもやっぱりね、このライブハウスで体感してもらいたいと思います。でそれがこのミラーのミュージシャンを揃えていく中で、うん、と言いました、すいません。やっぱりいい感じで思うんですよ、うん、やっぱりその同じね、あの曲を聴いて同じその、まあ、CD なんか同じ音ですかね。いや同じ音っていうか、あのまあ聴く人の体調もあるかもしれないですけど、やっぱりね、やっぱりあくまで歌は生なんですよ。やで、僕一つ言いたいのは、歌は誰かと繋げるんですよ。ライブは必ず誰かと繋げるんですよ。あ、繋げるね。あの、こういう風にライブハウスで全く知らない、あのお客さんいないので歌うことはまずないですわ。一人でも誰かに歌を届けるってことが大事だと思うんですよ、はい、特にこのパーティーは、はい、まあ、あの常連さんがたくさん多いかもしれないですけど、でもここで出会うっていうことが大事だと思うんですね、うん、浜田翔吾でしたね。浜田翔吾はね、あの有名じゃないですけど、丘の上の愛って知ってます？知らないでしょ。知らないでしょ。めっちゃうるせえ。めっちゃ言えたのですよ。ちょっと歌いたいと思います。かわいい。笑顔。一つで君はどんな恋でもたやすく手に入れた。でも誰一人愛さず、ただのボーイフレンド遊び相手。貧しさの中で壊れて消える。愛の暮らしは嫌だと、まるでショーウィンドに自分を並べるように着飾って誰かを待ってた。愛が変えるなら、その涙の訳を教えて。愛が変えるなら、ため息の訳を聞かせて。偽らずに誰かと比べたって、誰にも舐めやしない。そんな気がする、なぜに浮かれながら、雨に打たれながら、信じたこの道、信じろ。いいですね、あのいい仕事します。オッケー、いい仕事ありがとう。一瞬が一瞬が最後は最後、もう今世紀最高の笑顔。はい、いきますよ。あ、ちゃんとか二人も最高の笑顔でいきます。はい、チーズ。あ、キスね。